もこんにちは、しょうゆです。2023年2月20日月曜日放送の春撮りについて今回も感想をゆるっと語っていきたいなと思います。まずはハロプロ研修生発表会に向けたボーカルリハーサル、村越彩菜ちゃん、川島美穂ちゃん、下板にゆきほちゃんのタンポポラストキッス組はシュメロとハモリどっちも歌ってパート決めを行いました。村越彩菜ちゃんは飯田香織さんパートのシュメロ、川島美穂ちゃんは矢口真理さんパートのハモリ、下板にゆきほちゃんは石黒彩さんパートのハモリになりました。美穂ちゃんがどんどん歌うまくなるなと思って早くデビューしてほしいですよね。上野先生による曲のポイントは、この曲は難しい曲で、高橋愛ちゃんと田中玲奈ちゃんと亀井絵里ちゃんの歌える3人でも苦戦した曲とのことで、まずは自分のパートを他の人につられへんようにすることで、自分の持ち声のいいところで声を出してもらうとのことでした。次に小野田かりんちゃん、吉田ひのはちゃん、後藤花ちゃんのプッチモニベイビー恋にノックアウト組は、かりんちゃんはお休みで、花ちゃんが丸眼鏡をかけてて可愛かったですね。この部分の映像は花ちゃんのリズム練習で終わりました私も一緒に練習してたんですけど、意外とできないもんですね。ちょっと難しかったです。次回はひのはちゃんの歌もたっぷり聞きたいなと思いました。上野先生による曲のポイントは、3人それぞれの個性を出してきてくれたら面白いものになりそう、盛り上がってノリと勢いでいけるライブ感ということで、なんかここだけうおーとかイエーイとか言っててどう文字にすればいいかちょっと困りました最後松原ゆりやちゃんと橋田ほのかちゃん、上村はすみちゃん、上村れなちゃんのミニモニクレイジーアバーという組は、ラップ担当は松原ゆりやちゃんと上村はすみちゃんで、英語歌詞は橋田ほのかちゃんが挑戦してました。どっちも難しいですよね。英語歌詞の方は高橋愛ちゃんのパートなんですけど、聞き取ることのできひん日本語やとずっと勘違いしてました上野先生による曲のポイントは、今回の基礎的なところはいい感じで、それに感情がついてきたり、どこでパンチを入れるのかを考えてきてほしいとのことでした。リハーサルではチームカラーの T シャツを着用してました。ラストキッスはホワイト、ベイビー恋にノックアウトはオレンジ、クレイジーアバウトユーはピンクの T シャツで、なんとなくその曲ユニットに合わせたカラーチョイスなんかなって思いました。ハロープロジェクト研修生発表会2023 3月報春は3月11日土曜日に東京、3月12日日曜日に大阪で行われます。次にお茶の間先輩とシャッフル楽曲に挑戦ということで、ハロープロジェクト2023ウィンター2オブアースの中でモーニング娘。23から生田絵里奈ちゃん、野中美希ちゃん、北川梨央ちゃん、山崎芽衣ちゃん、桜井梨央ちゃんの5人とお茶の間から米村きららちゃん、久保田奈々美ちゃん、北原桃ちゃん、田代すみれちゃんの4人でモーニング娘。の恋のダンスサイトを披露しました。1月3日に中野サンプラザで披露された恋のダンスサイトの映像が公開されて、ライリーちゃんの顔芸がすごく良かったですねメイちゃんがめちゃめちゃ楽しそうで、マジっすかと最後のセリフなんて言ってるんかわからんかったんで調べてみたら、あ、なんだって言ってるらしいですね。ふふって笑っちゃってるのも可愛くて何回も見返してました。エリポンのセクシービームも決まってましたね次にお茶の間番組収録に密着。2023年2月24日金曜日の深夜3時15分放送のテレビ東京超音波にお茶の間が出演するということで、番組収録の密着映像が公開されました。披露した曲は運命チャ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 ーンで、カメラ1台だけで撮るワンカット撮影に挑戦してました。ワンカット撮影は K-POP のミュージックビデオとかで行われてるらしく、臨場感のある映像を撮ることができるそうです。カメラマンさんは曲はもちろん振り付けもフォーメーションも全部覚えてから撮影に臨むそうで、めちゃめちゃ動き回ってましたちょっとミスったらぶつかったりこけたりしそうでハラハラしちゃいますね。運動量すごいけどテレビで見てる側は引きで見てるんでちょっとシュールでした。来週もハロプロ研修生発表会のリハーサルということで、今後はそれぞれのチームの名前なんかも自分たちで考えていったりするんじゃないかなと思ったりしました。2023年2月20日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2023年2月28日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。